私の名前はサンパです。日本のあるデンマーク大使館でシェフやってます。で今回は私の料理はうなぎの頭で作った料理です。よろしくお願いします。この頭は塩と酢で作ったバインで入れて24 hours チラに入れてその後でテチラ、味噌から入れます。シンパックに入れて入れます。この骨もうなぎの骨です。捨てたもの骨ですね。それも一回分離してそれでインフュースした油でソース作ります。うなぎの頭は今グリルします。このキノコファーメンテーションしたの味噌みたいに出るんですね。この味噌で作ったのソースです。この出汁と砂糖とヴィニガー入れてレデュースしたのソースですね。これはグリルした骨のインフューズしたオイルで作ったソースですね。ソースはセンターに入れてちょっと油入れて上からちょっとシソの花とやってもうプレートします。このお皿にある全部作ったのものは全部捨てたもので作った料理です。